はい、こんばんは。ちょっと最近動画をお休みしておりました、コートです。で、今回はですね、まあ、早速なんで見ていただくんですけども、もう川崎鷹也さんのね、ライブに行ってきました。で、その前にちょっと美容室行ってきたんで、その映像も写真でね、一瞬でちょっとだけ写って、本編に行きたいと思います。はい、それでは、どうぞ。はい、こんばんは。こんにちは。日付は3月28日、品川駅、インターシティホールなんですけども、私はちょっとライブを見に行こうと思って、移動中です。桜が咲いてる。スクショタイムと。よし、行きましょう。どうも、川崎高屋マネージャーの水です。ご覧になって皆さん、こんにちは、こんばんは。最高のライブでした。本当ですか？よかったです。マネージャーの突然の登場もあって。ステッカー買っていただけました？いや、もちろんもちろん。ありがとうございます。もうどっかいいところに貼っておきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ皆さん、はい、高評価、いいね、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや最高っすね。一応見ていただいたと思うんですけど、一応マネージャーさんともちょっと写真撮らせてもらったんで、まあ、動画もあるんですけどね、見たと思うんですけど、一応載せておきますね。いやー、高谷くん最高っす。最高っす。また来たいですね。またどこかで。皆さんもね、ぜひ興味があれば、まあ、代表曲っていうのかな、魔法の絨毯とかってあるので、ぜひぜひねチェックしてみてください。どうか余韻に浸りながら帰ります。はい、ありがとうございました。はい、とまあこんな感じで一応川崎鷹也アコースティックライブをちょっと見てきたんですね。参加してきました。久々のライブだったんですよ。前回行ったのが2年前の3月の17日だったかな、米津玄師の脊椎ゴパールになる頃っていうライブだったんですね。でもそれ以来ライブ行けてなくて、僕は久々に行って、で、まあ、その当時米津玄師行った時にはもう全然知らなかったような川崎鷹也っていうアーティストを知ることができて、でその曲を聴いて、もうそのライブに行くぐらい好きになって、本当ね、最高な機会をもらえたかなと思います。ありがとうございます。で動画見て、最後まで見てくれてる人はその、まあ、いろいろ動画の内容ね、見てくれてると思うんですけど、まあ、川崎鷹也さんのマネージャーの方、まあ、ヒゲウサギっていうコンビで、その芸人もやってるんですかね、魔石芸能者ってところでやってる、臼井健也さんって人がマネージャーなんですけど、その人と一緒に写真を撮らせてもらって、なんか動画もちょっと撮ってくれて、30秒ぐらいだったかな、でなんかその、ね、いいねお願いしますとか言ってくれて、本当ありがとうございます。でその後、まあ、後日談というか、まあ、その川崎鷹也さんがそのライブ中に、アンコールの時にね、出てきた衣装がすごい僕欲しいなと思って、まあ、写真じゃ軽くこの辺に載せとく、あれば載せときます。一応ないかもしれないですけど、なかったらごめんなさい。でその服が欲しいなと思ったんですけど、まあ、買えるかなと思って探したんですけど、全然見つからなかったんですね。なんでもう本人に聞こうと思って、でまず本人にその引用リツイートで、この服どこのやつか教えてくれませんかみたいな送ったんだけど、でもさすがに本人はさ、そのいっぱい多分リプとか来てるじゃん、ライブの後だし、だから多分埋もれちゃって答えてはくれなかったんだけど、でその時に思い出した、僕マネージャーさんと写真撮ってもらったし、もしかしたらマネージャーさんだったらその本人ほどめちゃくちゃバーってリプライ来ないだろうし、なんか
答えてくれるんじゃないかなと思ってマネージャーさんに連絡したんです。連絡っていうかリプライでその今日の衣装どこのやつだか教えてくれませんかって送ったんですよね。したらなんとね返事が来たんですよ。返事が来てしかも僕リプライで送ったんですよ。なんかその芸能人の方にその DM で連絡したってなんかいっぱいみんな送ってるだろうから返してくれないだろうしなんかちょっとこう閉鎖的な空間で知らない人からいきなりメールが来るのってちょっと失礼かなと思ってリプライで送ったんですよ。したらわざわざねもう丁寧にその DM で返してくれてそのなんか来てくれてありがとうございますなんかなんとかっていうメーカーですみたいなのを教えてくれてでその下腹ね僕変えたんですよ。本当にあの薄井さんありがとうございます。これ見てたら本当にこれあのここまで見てくれてるか分かんないけど本当お礼言いたいです。ありがとうございます。でその服、変えたんですけどそのちょっとまあいろいろあってそのゾゾタウンで買ったんですね。僕ゾゾタウンで買ったんだけどその買い物カゴに入れたんですよ。見つけた瞬間そのサイズと色確認して、まあ、買い物カゴまず入れてで他の色とか他のそのメーカーさんが作ってる服どんなのがあるかなって探したんですよ。見てみたんですよね。したらもうその僕が見てる間にその服ソールドアウトしちゃったんですよ。どういうことって普通に考えてでしかもわざわざその薄井さんも DM で送ってきてくれるから僕のツイートを見てる他の人があそこのなんだっつって買うっていうこともな可能性として少ないんじゃないかなと思う。もしかしたら他の人からも聞かれて答えてたかもしれないけどにしてもさでも DM 返信するのってさ時間に限りがあるわけだからそんないっぱいできるわけじゃないじゃん。だからそんな急にソールドアウトするってことはありえないと思ったんだけどでも実際ソールドアウトしたんだよね。僕がその買い物カゴに入れて他の子買う前にね送料かかっちゃうから他の見てる間にびっくりしてマジで焦ったのでその間ソールドアウトして商品ページ見られなくなってたから買えないんじゃないかと思ってめちゃくちゃ焦ったんだけどでも ZOZO タウンの仕様上買い物カゴに入れるとその一定時間はその商品が確保されるんだって。だから僕が買い物カゴに入れた瞬間その僕がその注文しようとしたらその1着だけは僕のために確保されてたわけね。だからその後ゆっくりその、まあ、ちゃんと決済してお金払ったら買えたんだよねちゃんと。でその今発送待ちなんだけどマジで焦った本当に。あれねなかなか見ない形の服だったからまた届いたらね、また動画でちょっと着てみたりとかちょっと紹介したいなと思います。であとあそうだまあ、あとねこういう、まあ、グッズなんですけど物販で、うん川崎高谷って名前の入ってるこういうねピックをね変えたりしたんで、これでねまたちょっとギター練習しようと思います。さすがに高谷さんが今回のライブで使ってたギターのね50万ぐらいするギターだったみたいなんですね調べたら。ただそこんなのはもう僕買えないですけどまた今後ね腕が上がってきたら、もうちょっといいギター買ったりしてね練習に励みたいと思います、ね、今回は本当にねライブ開いてくれたスタッフ各所の皆さん、川崎高谷さん、臼井健也さん、まあ、その他諸々関係者の方々本当にありがとうございました、本当に楽しむことができました。もう皆さんねそのファンの方とも 何人か連絡取ったりしてどうでしたかみたいな話はしたりしたんですけど皆さん大満足という感じでしたね。本当にありがとうございました。また何かどこかでねライブやるとか機会があったら行きたいなと思っております。じゃあこの動画で最後のねその本編が終わってから僕の話が長かったかもしれないですけどここまで見てくれた方どうもありがとうございました。じゃあ本当にね、楽しみました、また僕基本的に米津玄師の動画をフューチャーしてやっているので、ぜひねそういうのも見ていただけたらなと思います。まあね今後は米津玄師に限らず、まあ、今回の川崎高谷さんであったり、他のアーティストさんもいろいろ音楽に対してのねもう見識というかそういうのを広めていきたいなと思っているので皆さんにもそれを共有して、アウトプットしていきたいと思います。はいじゃあまた、本当にこれで終わります。本当ご視聴ありがとうございました、またチャンネル登録とねいいねボタンよろしくお願いします。はいじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。